お、当たった。よし、乗った。よし、よっしゃー、来たよー。シルクワームで、ちっちゃいけど貴重な一匹。じゃあ逃がしてあげたいと思います。こんな感じのちっちゃいワームで、スプリットショットリグで春っぽい釣りで釣れております。じゃあ引き続き頑張ります。でも当たり遠すぎてさ、相当今持ってかしてから合わせた。あれ、これフィン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 ってなってて、これ魚ってやつだよなと思って。リキッドアスじゃないのかい。今の感じだとしたら相当止めとかねえとダメだね。ここすげえタルーンと、もうずっとこう止めてファンファンファンって、あ、加えたみたいな、そんなコンコンって感じじゃなかった。でも浅いとこ刺してきたのかもしれないからね。いや結構大きめ、今入れたぐらいの。ゴロタの終わった先かもしれないですね。いる。あ、俺のも眠られた、ね、やっぱり当たりだったんだ今。糸走った。ああ。したら、うん。即合わせか待つか、どっちかだね。俺はね、結構待って待って、もういいだろってぐらいで合わせた。そうなんだよね。当たり遠すぎて魚だって信じられなかった。やっぱ気温上がってなんかちょっと魚刺してきた感じあるね。シルクぐらいサイズ落とさねえとダメなのかな。4インチも試したいけどな。なんかあったかくなってきて、具合が良くなってきて、よし。いや、ちっちゃい。よいしょ。よいしょ。うぃ、連発。シルクワームしか釣れない。貴重な霞ヶ浦バス来ましたよ。ちっちゃいけどね、腹がパンパンで、かっこいい。竿はね、スペルバウンドコアの6号2分の1 UL スラッシュ L の -ST。長い名前。長い。エンジンのあの、ハブくんがプロデュースした竿で、こんな感じのライトリグで楽しんでおります。じゃあ引き続き頑張ります。